今日これが3打席目のホワイトセル。スライダー見ました。もうほとんどどうでしょう、菅さん、攻めはスライダーと見てよろしいですか、ファイト攻めに対して。スライダー中心ですよね、インサイドのボールを見せるっていうのもあるんですけれども、ストレートを使うかもしれませんがね、でもそれもちょっと失投になった時に怖さがありますからね、はい、高く上がった、ライトに行った、ぐんぐん伸びて伸びて入った、ツーラン同点ホームラン、4番バッターのホワイトセル、杉内から打ちました。ホワイトセルにとってみれば、そして西村監督にとってみても、大きな大きなアーチが出ました。同点ホームランが飛び出して2対2、オープン戦第2号のホームラン。このバッティングどうでしょう、まっすぐ甘く入りましたけれどもね、これが怖いっていうところ、先ほど橋場さんおっしゃってましたよね、外側だったんですが、完全に逆球ですよ ね、来ましたね。ただでも逆球で来たからとしてもね、はい、一番欲しい結果をここで出すっていうもの、ね、これが今求めてるものですからね。そうね、今の4番の一撃はロッテにとってみれば大きな大きな一発です。それ相手は杉内ですからね、ただスクロード系っていうのは本当に強いところがあるんですよね。ただホワイトセルの1本目の茶壇でのホームランを見たんですけれども、これもしっかりとね、まっすぐを捕まえて打ちましたからね、ただ反対に言えば、あの下がってストレート強いスライダーどうかというふうね、はい、おそらくリサーチはしてると思います。